おはようございます。2018年10月29日、古民家風の家最後の朝ごはんです。じゃーん、今日はこれ見てください。私、ちょっと一番朝ごはん作ったかもしれません。これ、えー、っと、今日はね、卵焼き、いつもオープンオブレツじゃなくて、スクランブルエッグ風にしてみました。小松菜と卵のスク、あ小松菜のスクロ。 スクランブル和風スクランブルエッグ小松菜入りか小松菜入りスクランブルエッグとこれソーセージと焼き明太子に、えー、ベビーリーフのサラダにキムチと、まあ、インスタントのわかめのみ噌汁とご飯ですあ色とりどりでねちょっとおいしそうでしょ昨日のホテルでのね和風スクランブルエッグっていうのにちょっと触発されて、えー、やってみました あこれはちょっと久しぶりにねいつもの納豆をちょっと買い忘れてますが、まあ、十分でしょう。ということでもう10月も終わりですね本当にもう,もう渋谷とか先週末はハロウィンですごかったようですが31日はどうなることやらということで今日も天気が良くてあの洗濯日和で良かったなという感じです、えー、じゃあ今日はこれも食べて一時ケーキ過ごしましょうはい小民家家風のた、ま、でした いただきます。えー、美味しいです。